NHK をぶっ壊すということで、まあ、予告してた通りですね、本日10時30分から、債権者大津彩香さん、債務者政治家都市48党代表者臨時管理人立花久美及び斉藤健一郎、はい、個人という、新人期日といいます。まあ、普通裁判というのは原告被告なんですけども、皆さんがね、知ってるのは。ただ、今回は仮処分の申し立てということで、大津さんが、自分が代表者だということを申し立てたと。まあ、わかりやすく言うとも、大津さんが原告被告が、なぜかうちの長女の娘の組と、それが代表者、党の代表者と。で、代表権を争っている斉藤君という裁判というか新人でした。で、ちょっとあえて慎重に。そうですね。っていうのは、決して我々に不利な話じゃないんですけども、まあ、慎重に慎重期して、まあ、あえて、事実だけを述べさせていただくと、次回、大津さん側が、5月の2日火曜日までに、反論を、はい、あるんだったら書面を出してください。で、それで、決定する方向ですね。はい。はい、で、もし5月の2日に出た書面で、こちら側が反論するようなことがあれば書面を出せばいいぐらいですけども、あまりにも内容が薄ければもうこちらには出さない。で、大津さん側にだけ和解の提案が出たようです。であとはだから、まあおそらく粛々と待っていれば5月の半ば15とか16日ぐらいには決定が降りるんじゃないかなという感触ですね。そうですね、はい、どうでしたか。初めての裁判所出廷ですね。そうなんや。はい。非常に裁判官の方が分かりやすかったのと。はい。ちなみに、こちら側は、ちょっと顔も声も出ないそうですけども、うちの娘もちゃんと出廷しておりまして、で、当事者の斉藤君が出廷して、うん、で、それぞれの、娘の方の代理人が2人で、で、斉藤君の代理人が1人と、こちら弁護士3人、で、なんと王さんは、欠席出廷していませんでした。弁護士さんが2人と。うん、まあ、何でもかんでも人に任せる人なんだなっていうのがここでよく分かりましたけども、一応代表権取って何するのみたいなことは聞かれてたよう、うんうん、そうですね、僕はちなみに入れていません、うんうん、はい、申請をしましたけども、うん、特段立花さんに聞くようなことが今のところないと、うん、でもう一つはちょっとね、この裁判ってそもそもちょっとここは普通に一般論として話すんですけども、そもそも政党に対して司法権が及ばないという判例が過去、まあ、2つ出ていて、そのうちの1つが特に有名なのが共産党袴田事件というのがあります。で、これは共産党員の人が共産党の中で除名処分を受けましたと。除名処分を受けたことによって共産党から借りていた自宅を追い出された。だからその自宅に戻せ、あるいはそのお金を払えと裁判したの。家賃に関しては確かに裁判所で争うような内容なんですが、元々が党の除名をされていることが原因なので、そうなってくると政党というのは会社法とかじゃなくて、例えば株式会社だったらちゃんと会社法に規定されていたりとか、公益法人とか一般社団法人とかちゃんとそれの法律があるんですが、政党って基本的には法律がないんですよね。で、ちなみに唯一法律はあるんですけど、それは、今回大津さんが、代表者がないときには特別代理人を選定しなさいとなっているようなところがあって、まあそれがなぜうちの娘になるのかっていうところなんですけど、ちょっとまあ話を戻せば、とにかく政党の揉め事には裁判所は関与しないっていう最高裁の判例があるので、まあ今日はどちらかというとそういう感じのことかなと。そうです、はい。まあそこをつらつらと書いたので、うん、まあで、あともう一つあれだね。一応念のために、うん、斉藤君が代表者の、はい、委任状も出してくれと、はい、各それぞれの弁護士、うん、斉藤君が政治家女子法廷と党の代表者であるという前提での委任状を出しておいてくれと、うん、そうですね、裁判長の指示、そうです、ね、はい、あ、そういうこと、念のためという、念のため、はい、というところで、特段、まあ、あえて粛々と、もう、やってるのは、全然、逆に、大津さん側の発表を聞いてみたいよね。そうですね、はい。大津さんがどういうことをおっしゃるのかをちょっとぜひ聞きたいですけどね。うん、はい、とにかく裁判所としては、うん、厳格な体制で、うん、そして裁判官3人と、うん。ちなみにこれは仮処分なので、万が一、そうないと思うんですけど、決定が、向こう側の考え方が容認されれば、直ちに
即時抗告をすると。これを千葉地方裁判所から東京高等裁判所に移すっていうことまでは決めてます。だからその万が一の話なので、おそらくそういうことはないとは思っていますけども。だから仮処分で一審、二審、三審ができるということです。で、それが終わってから通常訴訟っていう順番になるので、まだその段階なんですけど、まあその段階というか、だから仮処分の一審の二審、三審の一審なんですけど、もしね、大津さん側が勝つってことになれば、結構供託金も積まなきゃいけないんですけど、まあそんな話も全然出てなかったので、楽観的に考えております。ということで、ちょっと債権者の方や職員の方、ちょっとね、まだ不安な日々が続くと思いますけども、次の給料日が5月の15日なので、ちょうどその頃には決定が下されているとなれば、党の口座の方もですね、使えると。まあ少なくともどちらかが使えますので、まあそうなれば、お給料の支払いもできると思いますので、そこはお心配なくということです。はい、NHK をブックアース。